はい、では試合後、石井選手にインタビューさせていただきます。お願いします。今日の試合は勝たなければいけない試合だったと思いますけど、まず率直にこのディスゲームという意味では選手としてプレーしてみてどう感じたんですか？はい、まあ本当に言われた通り、まあ、相手に退場者も出たこともあり、まあ、それ以前にもやっぱチャンスもあったし、最後の決めるところであったり、やっぱそれよりもやっぱ課題として思うのは、まあ、その前の崩しのところで相手がまあ動き切れてない時に、まあ、無理やり攻撃しちゃうとかあったと思うし、はい、もっと相手の嫌がること嫌がることをしていった方が相手がどっちに行くか分かんないような状況を作った方が良かったなと思いました。後半のこう配球を見てると石井選手は意図的に、まあ、1人がボール持つ時間長くならないようにダイレクトでワンタッチ出したりとかってい こう意識されているように見えましたけど、この辺は後方で相手のプレスがないからこそやっぱりテンポ上げていこうというところは意識されたんですか？そうですね、まず相手を動かそうという意識もありましたし、それ以前に、まあ、サイドバックの選手だったり、まあ、ウィングの選手だったりがポジションちゃんと取れてるから、はい、早くつけてあげてもらうというのは思って、で前向きになるべく仕掛けられるようにというのは意識してました。ただ、まあ、ああやって押し込む分逆にカウンターのリスクもそれからカバーしなければいけないエリアも多かったと思うんですけど、そういう中で石井選手のパフォーマンス僕は圧巻だったって NHK さんの中継の中で言ったんですけど、はい、個人としては手応えは、まあそう言って言ってもらえたら嬉しいですけど、でも僕の、まあ、パフォーマンスっていうよりは、まあそれ前でのボランチであったりサイドバックであったり、まあもう相方の盛り放題だったり、みんなでそのリスクマネジメントを絶対怠っちゃいけないって話をしてたので、そういう声かけが、まあ、みんなでできたってことが、まあ、そういう結果につながったと思います。今シーズンは、まあ、もちろん即時奪還して波状攻撃、厚みある攻撃も目指したと思うんですけど、結構、まあ、序盤のようにロングボールを入れ込んで森カイトに収めてもらってカウンター、ただやっぱりそのカウンターのところでこうこぼれ球を含めて2列目の選手のスピードこうスピーディーな上がりがちょっと不足してるなって僕は印象を受けたんですけど、あのあたりチームとして最終ラインから見てどう見えました？まあ、言われた通り、やっぱそういったチャンスも絶対あったと思いますけど、まあ多分ボールを大事にしたいっていう気持ちもあって、そこ突っ込んでいっちゃうと相手が人数多いし、突っ込んで入れ替わって、まあ、取られてカウンターっていうのもまあ経験したし、そういったところのやっぱリスクを負えないっていうところもあったのかもしれないです。まあ、ちょっとこの試合から離れて改めてこの徳島での9年間ですか、はい、こうどう振り返りますか？まあ本当に結果として出たシーズンもありましたし、まあ、苦しいシーズンもありましたけど、まあ、サッカー選手として本当に幸せな9年間だと率直に思います。まだ38でこのプレーできたら引退しなくてもいいんじゃないかって僕も中継で思わず言っちゃったんですけど、それでも引退しますか？もうここまでやってもう一回やりますっていうのはこんなに見送ってもらってなかなかないですよ。多分僕は思うにやっぱまあ今決め引退決めてすっごく思うのは惜しまれるくらいがちょうどいいなと思います。本当に、改めてこのやっぱりこれだけのこう雰囲気を作ってくれて温かく見送ってくれたサポーター今どう感じになってますか？いや本当に心から感謝の気持ちしかないですし、本当にいつも、まあ、今年はより勝ちたいって気持ちを前面に押し出してくれて、まあ、いろいろ問題とかもありますけど、はい、でもそれだけじゃなくて本当に気持ちを、まあ、率直に伝えてくれる、本当にありがたいことですし、まあ、それにもっと選手を応えていけばいけないと思います。最後に改めていろんなクラブを渡り歩いて徳島で9年やられて、はい、この徳島のヴォルティスのサポーターの他との違いとか、県民性としてのなんか違いみたいなってどういうところですか？ああ、いい質問ですね。まあ、僕は2チームだったんですけど、山形のサポーターは、とにかく温かいんですよ。本当に、いつ、どんな時でも、本当にもう拍手もすごいですし、いつでも応援をし続けてくれる。で、徳島は、より俺らが応援してくれるか、応援するか、お前ら勝とうぜ、お前らと一緒に勝とうぜみたいな、そういうのがダイレクトに伝わってくるって感じましたね。でよりなんかこう勝利しなければいけないってこ う、ね、多少のプレッシャーにもなる、まあ、いい意味で、まあ、あと1試合ありますんで、はいはい、ね、まあ、頑張っていただいて、はい、ひとまずお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。
平井選手に来ていただきました、小田と申します。よろしくお願いします。まず今日の試合からちょっと振り返りたいんですけども、やっぱり勝たなければいけない試合で、相手が10人で、まあ、後半はまるまる1人少ない相手で押し込んだと思うんですけど、勝ちきれなかった要因はどう分析されてますか？まあ、その相手が10人になってしまって、逆にミッドスペースが空いてるスペースっていうのは前半より見えにくくなったっていうのが確かにして引き込んでしまって、その中で何度かそのニアゾーンの後ろでトリックっていう指示があったので、トリックの後の、まあ、クオリティのルールなっていうのもありますし、うん、取った後の距離感、まあ、1人が入ったもちろん段差っていう部分もなかったし、うん、まあ、そこのクオリティもまだまだ足りなかったと思います。やっぱり相手がもう割り切って10人なんで、まずは守備からっていう形でセット 4-3-2 にした方が攻略するの難しかったですか？そうですね、前半に関してはやっぱり相手がそこにセンターバックに来てくれて、うん、簡単に言えばトップ下の杉本のスペース、うん、まあ、西谷、杉森のあそこのスペース3枚でシェアできるスペースができた中で、後半そのスペースが消えてしまったんで、うん、まあ、そこで前向きでそのパワーを持って作り出せる瞬間が減ってしまったので、うん、まあ、でもその中でもやっぱり相手が一人少ないので、まあ、完全に僕らはそのですか、ね、一つ目のビルドアップが安全に剥がせる形というのを完全に作れた中で、もうちょい、まあ、立ち位置含めて全体が、うん、なんですかね、前がかりになるというよりも、まあ、立たないといけないスペースというのもあったかなと思います。うんうん、確かに前半こう振り返ると、逆に相手が出てきて、あるいは早いタイミングで相手のディフェンスライン背後に入れて、ちょっとカウンター気味で長めのカウンターでも決定機森選手なんかが作ってましたし、やっぱりある程度相手が出てきてくれた方がそこをプレス回避して剥がしていって徳島らしい攻撃で決定機作れるなっていう印象なんですか、選手として？そうですね、やっぱり相手がどう出てくるかっていうのは毎試合準備してますし、うん、その出てきた先のスペースっていうところが全体が描いてトレーニングしてるので、うん、まあ、前半はそこの部分をうまく使えた瞬間というのはなんかシーンがあったので、うん、そこは良かったと思います。ちょっとまあこの試合じゃなくて、まあ、シーズンの中で長いスパンの中での振り返りをちょっと聞きたいんですけど、監督が変わって、まあ、長木選手が来て、多少こう平井選手としても攻撃の時に参加しやすくなったのかなっていうような印象を受けてるんですけど、毎試合見ていて、そのあたりは監督交代システムがちょっと修正されたことによって自分のプレーどう変わったんですか、変化は？まあ、もちろん監督の戦術もおっしゃったようになりますし、うん、まあ、単純システムも、まあ、僕は1枚アンカーでどうしてもそのバランスを取る、後ろが3枚ですけどバランスを取るシーンが多かったですけど、まあ、ダブルボランチになって、まあ、お互いがそのスペースを共有できるようになりましたし、うん、まあ、そのタイプも例えば長崎選手だったら後ろでボールを持ってサバの得意な選手ですし、うん、僕自身あそこも入っていくのもそのようだと思うので、うん、その役割っていうのはお互いいいコミュニケーションが取れてやれてるかなと。改めてシーズン序盤のラバイン監督の下で、まあ、勝ちがなかなか手にできなかった要因、こうどう今振り返りますか？まあ、でも サッカーっていうのは、まあ、結果が出ないとやっぱりあそこはダメだ、ここはダメだっていうのが言われるかもしれない、当たり前の僕らの仕事ですけど、まあ、やっていたことが一つ例えば何か成功体験を得られれば、うん、まあ、その流れを持って確かに自信があったかもしれないですけど、うん、その積み上げてきたものが、まあ、監督が求めるもの、選手が感じるもので積み上げられなかったなというのが一つ目だと思いますし、うん、まあ、思い磨いてたのは例えばもともとのボルティスはこういうサッカーっていう大前提がある中で、うん、まあ、新しい監督がその新しいリーグにいる中で、まあ、そこで選手が変化しきれなかったというのが大きな要因だと思いますし、うん、まあ、そこはまあ監督がこういう結果になって変わってしまったんですけど、もちろん選手の僕は責任があると思いますし、まあ、あとでこうすればよかったなってたくさん後悔があります。うん、最後にこうその積み上げがあるっていうところで言うと、やっぱりボルティスがこうスペイン人監督を呼びながら、まあ、しっかりと保持すると、その中でポジションを取りながら即時奪還かけてこう敵陣で4局面回せるようにしようっていうようなところは非常にこうチームとしてっていうよりもクラブとしての土台としてあると思うんですね。はい、そこに対する評価は実際にプレーされていてどうお感じになってますか？まあ、僕が来たのは昨年ですけど、やっぱこのクラブっていうのは、まあ、やっぱりそういう力強い選手というのも、ボールを扱う選手がたくさん上手い選手がいて、ボールと共に生きているようなチームですし、まあ、そこをもっとこだわらないといけないし、まあ、でもこの現代サッカーっていうのはそこだけで勝てるっていうのは、やっぱりもう時代も変わってきてますし、まあ、僕もプロ10
由にやってますけど、そういう時代も変わってきてますし、うん、まあ、その中でやっぱ賢さ、まあ、もちろんデュエルの部分だっていうのをもっともっとそのボールを引き出しながらも一人一人断ることがこのサッカーを発展しながらかなと思います。ありがとうございます。期待してます。ありがとうございます。すみません、堀海人選手に来ていただきました。まあ、チームとしては今日はやっぱり勝たなければいけない試合、勝ちきれなかった要因は選手としてどう振り返りますか。まあ、前半に退場したかってチームも、まあ、前半にもチャンスありましたし、うん、まあ、押し込んだ形で、まあ、相手を崩しきれず、まあ、自分もフォワードとして得点を奪うことができずに、まあ、悔しい引き分けになったかなと思います。うん、後半もう相手が完全に 4-3-2 で引かざるを得ないで、まあ、カウンターもほぼ成立しないような形で、まあ、圧倒できそうだな、1点取れそうだなっていう流れはあったと思うんですけど、そこでやっぱりアタッキングサードで最後の崩し質のところで見せきれなかった要因っていうのは冷静にどう振り返ります。まあ、シンプルに最後のクオリティという部分で、うん、まあ、得点を奪う部分、まあ、自分の力不足もそうですけど、まあ、相手をうまく崩しきれなかったり、まあ、最後のところにワンツーなり3人目なり、うん、まあ、そういう崩しの形っていうのをあまり優位に見せることができなかったので、うん、まあ、そういうビッグチャンスを作れるようにならなきゃなって思います。外から上から見ているとどうしても森選手が崩しのところでもこう孤立してる、うん、まあ、だからあそこで例えば坪井選手と渡選手で2人でこうワンツーで中央突破したみたいなところでつける選手がいないなっていう印象で、相手のライン間に潜ってくる選手も意外に後半は杉森選手とかこう杉本選手が中にいるように見えても近くないなっていうふうに見えたんですけど、あのあたりはどう感じてました。まあ、そうですね、僕が3バックの真ん中だったりすごい引っ張るところで、その前のスペースでうまく前向いたりっていう形を作り出せればよかったんですけど、まあ、少し距離感も遠くなったり、まあ、多分ボールを受けたくて少し多分みんなボールによってっていうシーンが多くなって、まあ、僕が少し孤立してしまった部分もあるかなと思います。前半にちょっと話戻したんですけど、いきなり3分の決定機、まあ、あの辺はディフェンスラインの背後を狙っていこう、多分藤枝の3バックといえども結構ダイナミックに出てくる、まあ、だからこそ退場がああいう形で出たと思うんですけど、やっぱりチームとしての狙いはあの開始3分の決定機とか、まあ、それ以外にも森選手結構早いタイミングで結構動きながら起点作ったと思うんですけど、狙い通りの前半と言えますか。そうですね、まあ、スカーティングから藤枝さんがああやって食いついたり、うん、まあ、裏に広大なスペースがあるっていうのは、まあ、分析の中で自分自身でもあったんで、うん、まあ、ああやった3バックの片割れが食いついたスペースっていうのは常に狙ってたので、うん、まあ、いいチャンスを決めきればもっと楽な試合になったかなと思います。うん、でもあそこを一人で行かなければいけないんで、結構カウンターの距離とかロングボールも収めるところ大変だったじゃないですか、序盤で言うと。まあ、そうですね、でもああいうのを、まあ、自分の長所でもあるので、うん、ああいうスペースで、まあ、1個奪える選手にもっとレベルアップしなきゃなと思いますね。うん、今日の NHK 徳島での中継の中で僕解説担当させていただいて、シーズン MVP は森海選手で選ばせていただいたんですけど、まあ、その12ゴールだけじゃなくてこうやっぱり収めたところで、今日もまさに前半そうだったと思うんですけど、まあ、やっぱり保持だけで崩せないじゃないですか。だから相手がプレスかけてきたところをひっくり返してのロングカウンターで、もう1枚とかあるいはトップ下と2枚で取り切るところの勝負強さが、得点力が今シーズン出たんじゃないかなと思うんですけど、そこに対するご自身の手応え。まあ、ああやったカウンターのシーンとかは、まあ、自分も得意としている部分であるので、うん、まあ、でも12ゴール取れましたけど、うん、まあ、もっと取らなければいけなかったし、うん、まあ、50試合ぐらいゴールもないですし、うん、まあ、チームを勝たすことはできないんで、まあ、MVP に選ばれてもらったんですけど、うん、まあ、それほどの活躍はできてないかなっていう、うん、自分の印象です。でもまあ個人としてもやっぱり今シーズンは、まあ、チームが苦しい中でもしっかりと定置確保しながら、やっぱりこれだけ出れたっていうところは、一つ今後の森海人っていう選手のキャリアにとっても今年の1年は大きくなりそうですか。そうですね、まずワンシーズン怪我なく走り抜けたって、うん、こうやって試合に多く出場してワンシーズン戦えたってことは一つポジティブな部分でありますし、うん、まあ、でもただ、ま
まあ、このレベルで止まって出ていいって自分自身も思ってるし、もともと上を目指すためにまあもっと、うん、20、実は20取るぐらい練習にならなきゃいけないし、うん、また全然J1に戻っても、うん、まあ、生きると思うので、うん、まあ今シーズンの経験はすごいポジティブなもの多いかなと思います。最後にワンテーマでこの徳島とかボルティスの魅力をちょっと教えてほしいんですけど、僕も今回初めて徳島に来て、やっぱこのサポーターを温かい試合前から、ね、こうとにかく選手をこう包み込んでくれるような温かさがあると思いますし、まあ、石井選手の引退セレモニーもそうですけど、まあどこのクラブもみんなサポーター温かいと思うんだけど、こうどうですかボルティスサポーターのこの温かさって改めてどう感じになってますか？どういうところが魅力ですか？まあでも本当に熱いサポーターが多くて、うん、まあ、勝利に貪欲で、まあ、ブーイングもありますけど、うん、まあ、ブーイングがブーイングされるんですね。そうですね、まあ、ブーイングがある方も、まあ、ありがたいですし、うん、そういうこと逆に、はい、うん、だそれだけ勝ちたい気持ちがあって、うん、熱く一緒に戦ってくれてると思うので、うん、まあ、そういったサポーターはもっと、まあ、最後もう一試合あるんで、うん、まあ、笑顔にできるような、まあ、自分のゴールで勝利に導けるような、うん、最後の試合にしたかなと。首都圏育ちだと思うんですけど、徳島県に住んでみての徳島県の魅力はどういうところでした？海鮮とか、うん、料理が美味しい、はい、うん、印象があります、ね、うん、何が好きですか？徳島の中でも食でいうと寿司ですね。あ、寿司なんですやっぱり関東で食べるのとはまたちょっと違う鮮度。違う気がします。じゃあ僕もちょっと今回時間ないんですけど次来た時には味わってみます。はい、ありがとうございました。